まったく、信じられない。お姉ちゃんが何度も様子を見に行ってるのに、シドったら用事だなんだっていつもいないじゃない。あの子のことだから、どうせ私に心配をかけまいとわざとイルスを使ってたんでしょうけど、でも今日という今日はそうはいかないわ。絶対に無事な姿を。いた！ん？ちょっとシド、あんたどういうつもりなの？げ、じゃなくて、ね、姉さん？そんな怖い顔してどうしたの？どうしたもこうしたもないわ。何度寮の部屋に訪ねて行ってもいないし、私の呼び出しも無視したでしょ。あれ、そうだったかな。とぼけるのはやめなさい。私がどれだけ心配したと。って何よこの顔の傷、拷問でやられたのね。え、ああ、まあもうほとんど治ってるから心配いらないよ。そういうことだったのね。シドはこの傷を私に見せまいとして私を避けていたんだわ。だとしたら、もっと大きな傷も実は隠していたりするんじゃないかしら。そうよ、シドがそういう優しい子だっていうのは私が一番よく知っているじゃない。何？姉さん。シド、お姉ちゃんに体をよく見せなさい。ここ食堂なんだけど。いいから、上着を脱いで見せなさい。やめてよ、恥ずかしいよ。ほら、暴れないの。シャツが破けちゃうよ。それくらい私が後で縫ってあげるわよ。感謝しなさいよね。いや、それじゃシャツを諦めろって言ってるのと同じ。何か言ったかしら。なんでもない。とにかくここじゃほら、人が見てるから。確かにここじゃ目立ちすぎるわね。ついていらっしゃい。うわあ、わかったから引っ張らないでってば。ここなら今の時間は誰も来る心配はないわ。さあ、観念して見せなさい。わかったよ。もういいわ、もう十分わかったから、しまいなさい。あ、そう、じゃあ。あの包帯、相当大きな傷だったに違いないわ。一応塞がってはいるようだけれど、私の可愛い弟がこんな傷を負わされるなんて。ね、姉さん。それもゼノンの息のかかった騎士団による仕業なのよね。いや、これは王女に。許せない、あいつら。いっそシドと同じ目に合わせて。いいえ、私の弟に手を出したことを死ぬより後悔させてやるわ。落ち着いてよ、お姉ちゃん。思わず子供の時みたいにお姉ちゃんって呼ぶほど、それほど怖い目にあったのね。私の責任だ。姉さん。
こんなことになるのなら、もっと厳しく徹底的に剣技を仕込んでおくべきだった。やだな、姉さんが責任を感じることなんて何もないよ。それに僕は剣の才能なんて皆無の凡人なんだし。いいえ、そんなことはないわ。シドはやればできる子だもの。そうよ、シドがもっと強ければ何も問題ないんだわ。うん、完全に聞いてないね。そもそも強ければ捕らえられることもない。万が一襲われそうになっても返り討ちにすればいい。最悪捕まっても拷問なんてされずに済むわ。騎士団相手に返り討ちとか反逆罪って言われちゃうよ。これは今回のことだけで言ってるんじゃないの。今後のためにも強くなるべきだって言ってるのよ。シドが強ければ人質にされる心配だってないでしょ。いや、それどんな想定なの。男爵家の息子なんだから、それくらいの危機感は持ってしかるべきに決まってるじゃない。それでもいつかの姉さんの時みたいに人質になっちゃったら。それはそれよ。そもそもシドが強くなれば、いざという時に私が事態の解決に乗り出すにしても遠慮も容赦も必要なくなる。いいことずくめよね。いや、その状況なら僕の身の安全が第一なのでは。最短最速で助け出せれば身の安全も高まるでしょ。無理を通せば道理は引っ込むってものよ。パウエーこそ正義ってことね。よし、私決めたわ。今度特訓してあげるから、そっちも予定を空けときなさい。え、いや待って。待っても嫌もありません。これはお姉ちゃんの命令よ。それじゃ私は一度日程調整に騎士団へ戻るわね。ちゃんと覚悟しておくのよ。めんどくさいことになっちゃった。無駄だ。時間の無駄でしかない。姉さんが心配してくれてるのはわかるし、その気持ちが嬉しくないわけじゃないけど、真の実力差がありすぎて、実際にはまるで特訓にならないというのに。まあ姉さんはそのことを理解してないから分からなくても当然だけど。どうしようかな。正面から断ったところで納得するような姉さんじゃないしな。どうやって断ればいいかな。その必要はないってきっぱり言ってみる。いやいや、そしたら。はあ？何言ってるのよ。そういうことは私を一度でも倒してから言いなさい。うん、結局特訓が始まるな。実は隠れて特訓してるんですなんて言い訳しようものなら。へえ、それなのにあっさり連行されたわけ？やっぱり鍛え方が足りないみたいね。さあかかっていらっしゃい。ああダメだ、その場で剣を抜かれるコースだこれ。そもそもこの手の断り方するのは僕らしくはないんだよね。僕が家族や周囲に見せてきたキャラって素直で泣き虫で庇護欲を誘うって感じだからね。さっきとっさにお姉ちゃんって言った時の姉さんの顔、完全に庇護欲マックスになってたもんね。うん、やっぱりキャラがブレるのは良くない。齟齬が生じると後々修正するのが大変だ。あいっててててて。ああ
そもそもこの傷さえなければ特訓なんてことも言われなかったかもしれないのにな。ゼノンの一派から拷問された時の傷なんて全部とっくに完治してる。顔の傷だってカモフラージュでガーゼを当ててるだけで、これも実際には完治してる。この胸の傷はゼノンたちじゃなくて、突如ご乱心がそばしたアレクシア王女にやられたやつだ。僕はこう見えて多忙なんだ。ショーアル王女にこれ以上振り回されるくらいなら死んだ方がマシだよ。あら、そう。じゃあ死になさい。あぎゃー、くそー、あのショーアル王女め。仕方ない、どうせ回避不可能ならとっとと終わらせる方向で考えるとしよう。稽古はすぐに打ち切って遊びにでも誘ってみようかな。目先を変えれば姉さんの気分も変わるだろう。ああ、もうダメだよ。何を言っているの？まだ始めたばかりじゃない。さあ立ちなさい、シド。これも全てはあんたのためなんだから。そんなこと言われても僕力が出ないよ。何よ、そんなに疲れてるわけ？それともまだ拷問された心と体の傷が癒えてないとか？シド。ちょっとシドったら泣いてるの？泣いてなんかない。泣いてるじゃない、それも子供の頃みたいに。どうしたって言うのよ。いつものあんたならもうちょっと頑張るでしょ。そんなに辛い状態なわけ？ごめん姉さん、僕情けないよね、こんなグス。いいから話してごらんなさいよ。実はアレクシアと別れた後から食事が喉を通らないんだ。辛い目に遭った彼女を僕はもう支えることもできない。そう思うと僕はよ、シド。何よ、そんなにアレクシア王女が好きだったの？お姉ちゃんそんなの聞いてないんだから。でももうそんなことどうでもいい。私の弟が誰かのためにこんなにも心を痛めてるなんて、複雑だけどお姉ちゃんとして放っておけない。シド、顔を上げて。え？ごめんね、お姉ちゃん、シドがそんなに苦しんでるなんて全然気づいてあげられなくて。今日はもう稽古はやめにしましょう。パッと遊びに行くわよ。そして嫌なことなんて全部忘れるの。本当？あ、でも僕あんまりお金なくて。バカね、そんなのお姉ちゃんが全部出してあげるわよ。え、いいの？当たり前でしょ、お姉ちゃんなんだから。それに騎士団見習いとしてお給料ももらってるし、任せなさい。うわ、ありがとう。さすがお姉ちゃんだよ。
ほら、行くわよ。うん、ちょろいね。こうやって二人でお出かけするのも久しぶりよね。そうだね。小さい頃はしょっちゅう一緒に稽古をしてたけど今日は思う存分お姉ちゃんを独り占めさせてあげるわね。はは、嬉しいな。もう恥ずかしがっちゃって。まずは何をしたい？お姉ちゃんがお洋服見てあげようか。いや、それより僕お腹空いてきちゃって。え？でもさっきアレクシアと別れてから食事が喉を通らないって。そうだった。あ、でもお姉ちゃんとお出かけすることで食欲が出てきたのかしら。だったら安心ね。うん、そうみたい。姉さんといると安心するからかな、なんて。もうガガシだったら本当にお姉ちゃん子なんだから。そうかな。何が食べたいの？何でもご馳走してあげるわよ。じゃあ、あれかな。あれって、マグロナルド？あんな手軽なものでいいの？三つ星レストランぐらい余裕よ。いや、いいよ。姉さんが騎士団で働いて得たお金をそんな贅沢に使いたくないし。高いものをご馳走してもらうなんて、後が怖いし。え？なんて？ううん、僕、実は前から姉さんと一緒に買い食いとかしてみたかったんだよね。そう？まあ、シドがどうしてもって言うならいいけど。せっかくだから、それぞれ別のメニューにして食べ合いっこしましょうか。ああ、それは遠慮しときま。ほら、行くわよ。あら、見てシド、新しい洋服屋さんができてるみたい。ちょっと寄ってみましょうよ。なんか派手派手しくない？たまにはいいじゃない。試着だけでもしてみなさいって。こっちこっち。どう？この帽子、私に似合うかしら。うん、まあ似合うんじゃない。張り合いのない返事ね。もっとよく見なさいよ。ふん、ここ懐中時計に刻印してくれるんですって。お揃いで買ってみる？私はあんたに、あんたは私に買うのよ。え、でも姉さんに持たせたらあっという間に壊されそう。もう失礼ね。シドからのプレゼントなら大切にするに決まってるじゃない。はあ、楽しかったわね。そうだね、姉さんが楽しそうで何よりだよ。もう何言ってるのよ。今日はあんたのためのお出かけだったんだからね。分かってる？もちろん、ありがとう姉さん。さてと、そろそろ。シド影のだな。え？何？あんたたちの制服、確かゼノン派の騎士団。弟に何か用かしら？用なら終わりだ。そいつのせいで俺たちは完全に日陰者だ。シド影の、貴様さえとっとと拷問に屈して全部白状してりゃこんなことには。そんな。冤罪を良しとしている上に筋違いの逆恨みまで。
騎士として以前に人として恥ずかしくないの？うるさい！こっちは散々煮えを伸ばされたんだ！復讐してやる！さらにどの口が復讐ですって？返す返すもなんて醜悪な。あんたたちが煮え湯を飲まされたのはシドのせいでもなければ他の誰のせいでもない。アレクシア王女の手によってゼノンが誘拐の犯人であり邪教に通じていたことが明らかになった。その結果よ。担ぐ相手を間違えただけの自業自得集団のくせにシドを狙おうだなんて100億万年早いのよ。王女のお飾りに作られた騎士団風情が、それもただの候補生のくせしやがって。この女、姉さん危ない。シド、危ないから下がっていなさい。いやだ、僕も戦うよ。何を言ってるの。そもそもあんたは丸腰なんだから。剣なら奪えばいいんだ。やったー、取ったぞー。くそ、俺の剣が。嘘、あの子いつの間にあんな器用な芸当ができるようになったの？これで僕も十分戦える。なめるな。シド、これくらい平気だよ。シド、相変わらず弱っちいくせに無理しちゃって。でも認めるわ、あんたは私が知ってるよりもずっと強くなったって。だからこそ私も弟に恥ずかしいところなんて見せられないわ。なんだ急に雰囲気が。確かにあんたたちの言う通り、私はまだ小さな騎士団の見習い風情よ。だけどあんたたちに負けるほど弱くもなければ、手加減できるほど優しくもないのよ。弟の拷問に加担したこと、さらには卑しくも命まで狙ったこと、後悔なさい。口ほどにもないわね。さすが姉さんは強いな。当然のことよ。それよりあんたも少しは成長しているのね。何のことかな。まったく、あいつらのせいですっかり汗だくになっちゃった。うん、頼りなくも手はかからないって感じにうまく演技できたかな。シド、どうしたの？いや、汗よりも血まみれの方を気にした方がいいんじゃって。確かにこのまま寮に帰るのも気持ち悪いわよね。まあということで、お風呂に入るわよ。ここは？なに、知らないの？ここはね、最近新しくできたスパという入浴施設。美と健康の維持・回復・増進を目的とした画期的な施設よ。へえ、ここにあるのは初めて知ったな。シドももう少し世俗のことに興味を持ったらどうなの？あんたってこういう気の利いたお店の一つも知らないでしょう。そんなんじゃいつか困るわよ。困らないよ。そういう時は姉さんに教えてもらうし。もう
本当に甘ったれなんだから。母、そうだね。なんなら昔みたいに一緒に入る？お姉ちゃんが頭洗ってあげようか。え、冗談じゃないよ。そんなドン引きした目で見なくてもいいじゃない。私だってさすがに本気でなんて言わないわよ。他のお客さんだっているんだし。他にお客さんがいなかったら本気で言ってたってことなんじゃ。いいからとっとと入っていらっしゃい。汚れを落としてさっぱりするのよ。はあ、いいお湯だったわ。広い湯船ってあんなに気持ちがいいものなのね。サウナとかいうのも気持ちが良かったし、なかなか気に入ったわ。シドもちゃんと楽しんでるかしら。今日は思いがけずシドと一緒に街をぶらつくことになったけど、あの子もちょっとは元気になったみたいだし、少しは成長してるってところも見れたし、相変わらずの頼りない顔だけど少しは見直してあげないとね。さてそろそろ出ようかしら。きっとシドも上がってる頃よね。ってどこにもいないじゃない。あの子ったら何やってるのかしら。子供の頃から比較的お風呂が好きだったし、長湯するタイプではあったけど、それにしても遅いわ。まさかさっきみたいにまた何か事件にでも巻き込まれてるんじゃ。うん、助けて姉さん。それともあの子の魅力に心を乱した不届きな輩に襲われそうに。やめてよ。嫌だよ。助けてお姉ちゃん。こうしちゃいられない。シドを傷つける奴は誰だろうと関係ない。この手で殺す。絶対に。あ、ちょっとあなた、そっちは男湯ですよ。ええ、分かっているわ。弟の危機なの。止めないでちょうだい。困りますって。話して話しなさい。あー、いい湯だったな。って何してるの姉さん。シド、よかった、無事だったのね。無事って普通にお風呂に入ってただけだけど。出てくるのがあんまりにも遅いから何かあったんじゃないかと心配で心配で。まさかそれで男湯に入ろうと。な、何よ、悪い？いや、姉さん心配性すぎるよ。あんたが頼りないからよ。まあいいわ、無事だって分かったし、そろそろ帰りましょう。門限まであと少ししかないわ。はあ、最後の最後でこんな走ることになるなんて。せっかく汗を流したのに。だらしないわね。仕方ないでしょ、門限ギリギリだったんだから。まあそうなんだけど。それじゃあ僕部屋に戻るね。あのさ、シド。お、どうかした姉さん。いや、今日はさ、感謝しなさいよ。お姉ちゃんに遊んでもらえて楽しかったでしょ。それと危ないところを助けてもあげたし、あんたも少しは頑張ってたけど、
でも私からしてみればまだ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 甘いんだから、調子に乗らずに訓練するのよ。いい？分かったわね。うん、分かってるよ。ならいいのよ。それじゃ結局一日丸々時間を使っちゃったけど、まあ無駄ではなかったかな。ああもう私のバカ、なんで素直に褒めてやらないのよ。もう次はもっとうまくやるわ。